YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。チャイルドヘッドです。はい、今日も来ました。チャイルドフット2回目の企画になります。今日は何をしますか。はい、いい振りですね。楽しみに。今回は初の、世界全部初だな。そうね、ホワイ系をやろうかなと思っておりまして、はい、今日何をやるかと言いますと、あなたももしかしたら普通の考えだと思っていたら大間違い、サイコパス診断大ターン。サイコパス診断というのをやりたいと思います。はい、サイコパス診断っていうか、まあ、サイコパスってクレイジーな、まあそうですね、そう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 、ちょっと普通の人との考え方が違う人のことだったり、犯罪をやっちゃうんじゃないかって思われてる、はい、そういった人たちのことを言うのをサイコパスっていうんですけど、それに自分たちが当てはまってないかを、まあ軽い気持ちでね、はい、クイズ形式でやっていくので、僕はもう見ちゃってるから問題を、結構正解を知ってる、そうだから今日は僕が出題するのに2人が答えてもらう、はい、はい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 、全部で5問やりたいと思います。これ視聴者さんも一緒にできるってことできる、うん、ぜひ視聴者さんも自分が大丈夫か、だからもしかしたらっていう、自分は普通の考えだと思っていたことが、あなたはサイコパスかもしれません。まあ、逆に僕みたいに自分で普通じゃないって思ってんのも普通な可能性もあるってことですね。そういうことです、はい、あなたはどっちなんだってことで、はい、それではやっていきましょう。はい、ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、お願いします。まあ自分の思った考えを言ってくれればいいから、うん、では第1問。夫の葬儀中、そこに参列していた夫の同僚に一目惚れをした私、その夜に息子を殺害した、その理由は。いやー難しい。自分が奥さんっていう体で葬儀に参列していた時に、その夫の同僚、男の人に一目惚れをしちゃった、そしてその夜に息子を殺害した、なぜ。これ自分の思ったことをもう言えばいい。もう思ったことがサイコパスかサイコパスじゃないかっていうのを。シンプルに邪魔だった、息子が。息子が、うん、なるほどね、うん、いいですか。はい、息子を殺しちゃえば、はい、もう一回葬式ができると、はい、そしたらまたその同僚が来てくれるかもしれない。おだからまた会える可能性がある。なるほど、だからやっちゃう。はい、では第1問の答え、まあ、答えっていうか回答例ね、うん、一般的な回答例、大体一般の人はこうやって答えるんじゃないか。夫が死んだからプラス、息子もいらなくなった、その考えね、そう、邪魔ね、うん、であとはその同僚に一目惚れしたってことだから、その同僚と新しい家庭を築きたかったから。あ、息子を殺せばもう自分も独り身じゃん。でもさ、息子に了承を得て再婚するって手はない、うん、だからサイコパスの考えって、なんで殺害したのかを問われてくる。サイコパスの回答例、息子を殺害すれば葬儀で再びその男性に会えるかな。お分かりいただけただろうか。息子を殺しちゃえばもう一回葬式ができると、はい、そしたらまたその同僚が来てくれるかもしれない。おだからまた会える可能性がある。なるほど。はい、 U1 ポイントもう隣で取り上げたと。夫も同僚でしょ。そう、息子関係ないと思う。ワンチャンあるんじゃない。可能性でもサイコパス当てるゲームじゃないから、本当に自分の考えを言うだけだ、はい、でも普通に自分の考えを言ったのがまさかの最後ですね。おめでとうございます。では第2問、はい、自宅マンションのバルコニーに出たら男性が女性を刃物で刺している現場を目撃してしまった、うん、その男性と目が合ってしまい、男はあなたの方を指差し一定の動きで手を動かした。だってこれはどういう意味か。答え知っちゃってるんですよ。あ、これ知ってんの。これ知ってるんですよ。じゃあちょっと待って、ちょっと一回、うん、あんまりね、ストーンは知らないから、ちょっと自分の思ったことか、次はお前だってことで。おお、なるほどなるほど。じゃあ YOU の答えは、この回数をやってるんじゃなかったかと。1回2回3回4回5回6回。なるほど、一般的な回答例、次はお前だなど意思表示を示して。あ、一般人ですよ僕、はい、でサイコパスの回答例、YOU 正解です。知ってただけだけど。次はお前を殺すっていうのはもうサイコパスにとってはもう当たり前。でもそんなの言ってない。あいつ何階にいるかな、1、2、3、4、5、あ、5階か、行きます。そういうことね。おわーい。まあ YOU は知ってたからしょうがない、まあ、それは。でもまあツトムは一般人の回答。では第3問、これ怖かった俺。
実際鳥肌が立ったっていう怖さ、うん、サンタクロースが男の子にサッカーボールと自転車をプレゼントしました。しかしその男の子は喜ばず泣いてしまいました。なぜかサンタクロースがわざわざトムとユーにサッカーボールと自転車をくれたんだよ、うん、なのにその子、自分たちは喜ばないで泣いちゃった。それはなぜ。過去に自転車にサッカーボールを入れて事故になったことがある。なるほどね。嫌な思い出がある。嫌な思い出があるのにまたもらったから、うん、シンプルに野球の方が好きで一輪車の方が好き。だから自転車は一輪車自転車がいい。じゃあ一般的な回答でいきます。シンプルに嫌いだったから、うん、好みじゃなかったから喜ばなかったから泣いたっていうのが一般的な回答で、はい、サイコパスの回答で怖いですよこれ。その子に足がなかった。おー、あー、そっか。サッカーできない、自転車乗れない、漕げない。だから男の子は泣いちゃった。甘くね？鳥肌立っちゃった。俺もこれはマジで鳥肌立った。では、第4問。もう4問ですよ。今のところでも普通な人で、まあ、ちょっと1問目一番やばかったよね。あなたは殺したいと思ってる人が今目の前のもう断崖、崖に手だけでぶら下げてる状態。めちゃくちゃ嫌いなやつが。で、それをかろうじて生きてる。あなたはどうやって落とす？殺す？もう殺し方の理由がサイコパスかサイコパスじゃないかが分かる。もう殺すのは確定。殺すのは確定。ずーっと見つめる。相手がもう弱っていくのを一つの罰。力尽きるのを。力尽きるのを罰。何もしない。何もしない。おー、なるほどね。だから変な話。目撃者なだけ。私がやってないから。おー。あー。自分は、こう捕まってるじゃないですか。指一本一本。ピッ。ピッ。それもそれで嫌だな。なるほど。二人違った回答だよ。じゃあ一般的な回答例、掴んでる手をほどいたり足で踏みつけたり、もう無理やりすぐ殺す。サイコパスの回答例いきたいと思います。指を一本一本離して相手の死への恐怖へと導く。あれあ、さっきのほどいたりとは違うんだ。またちょっと安心しちゃったのに、うん、あ、俺一般の方なんだ。詳しく言うとサイコパスっていうのはじっくりじっくりそれを見るのが好きなの。だからバーってやっちゃったらもうそれで終わって、快感がそれまでだから、じゃなくてもうこんなに耐えてて助けてくれって言ってるのに、結構つとむの意見も怖いな。最後は深かったかもしれない。今もじっと見つめるじっくりじっくり言われちゃう。そうそうそう。あとそれで自分がただの目撃者。まあでもまあサイコパスにまた一歩近づいたのは言う。イエーイ。ほぼ目ラストです。あなたは泥棒で、ある家に侵入し、目当てのものを盗み、家を出ようとしたところ、その住人の子供に見られてしまった。はい、子供は驚いて、押し入れ、まあ、襖に隠れてしまった。顔を見られたあなたは、子供を殺害することにした。どうやって殺害する？もう本当は逃げようとしたんですよ。でも、もう俺、子供に見つかっちゃったから、顔見られちゃった。絶対通報されるとか、親に言われるとか思ったから、もう殺害するしかない。切り替わった。殺人犯にもなって。でも、すばしっこか、妻とか、ドア、仕入れに隠れちゃいました。さて、あなたはどうやって殺害する？また殺害の仕方です。もう普通に無理やりバーッと開けて、人、その家に包丁とかあるだろうから、それで、なるほど。鎖と。銃があったとしたら銃で殺す。そう、めっちゃ。要はだから一緒に処理言うと。こじ開けてすぐ殺すって感じ。こじ開けなくてもいいよ。撃って当たる死にから。やばい。では一般的な回答で、すぐさま押し入れを開けて殺害する。もう殺害方法じゃない、もうすぐさま押し入れを開けて殺害する。あとは家ごと燃やしちゃう。あー、確かに。サイコパスの回答でいきたいと思います。何もせずそのままじっと待つ。サイコパスはあえているの分かってるからこそ静かに待って、出てきたところをえいっ。こちらもやってみました。 YouTuber ご用達こういう感じで、どうでした？なんかちょっと怖いけど、ほら、なんか殺人者になった気持ちとかさ、うん、意外と普通に殺害することが普通なんだな。そうだね。サイコパスさん、マジでちょっと違う考え方というから、うん、ぜひ皆さんもサイコパス診断って調べたら50問以上出てくるんで、アプリとかもね。そう、あるある。まあ気軽にね、友達とちょっと楽しくやってみるっていうのもありだと思うんで、ぜひ
遊んでみてはいかがでしょうか。ではユーサイコパス怖えよと思った人、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では最後挨拶で締めましょう。さらば。